はい、こんにちは、ピカーです。今日はね、この R34GTR 800馬力にしてやっていきたいと思います。 R33GTR が出てきて800馬力にしてね、鈴鹿サーキット走って2分6秒4っていうね記録が出たんで、その記録に対してこの車をね800馬力にしてどうなるかっていうのを早速やっていきたいと思います。さあ行くぞ。チューニングするのに、926馬力なんだ。あれ、ちょっと違ってたな。一応マックスでね、一回ちょっとねやってみたいと思います。どんな感じかね。じゃあこれでやっていくぞ。筑波サーキットね、まずね来ました。筑波サーキット、まあ、軽くちょっと流してどのくらい出るかっていうのをやっていきたいと思います。おお、ワンダブル。あ、いえ、ブレーキやっぱりあんま GTR 効かないんだな、古いのはね。ブレーキはまあ今ね、現在の技術を使えば何でもあるからね。よいしょ、この辺は変えちゃえばいい。あー、いえーな。しかし、待って、めちゃくちゃじゃん運転。なのに58秒、あんなめちゃくちゃな運転で。止まんね。いや、これやってみてよ、マジで。めちゃくちゃ難しいから。止まんねえ、止まんねえ。親の敵ぐらい踏んでんだけど。ドグミッションいるな、これ。シーケンシャルドグ欲しい。56秒。さあ一周行ってみるぞ。アクセル全開できないもん、ぶっちゃけ。狭いとか広いとかいう問題じゃねえな、これ。この車やばい。55秒。よいしょ。シフトミスしても速いっていう。アンダー16秒。止まんない。これブレーキ効けばな、もうちょっと楽しい車なんだけど。
さあもうちょっと、ブレーキもっと効けばな、本当にもうちょっといけんだけど。めっちゃ行き過ぎたやん。はい、筑波サーキットね、やってきました。結果55秒7でしたね。うん、まあまあ全然行き過ぎてるしね、もう全然止まんねえんだよな、これ本当に。止まる感覚がちょっとね、止まる時と止まらない時があるし、もう親の敵ぐらい踏んでんだけど、なかなか止まらないね、ブレーキが。じゃあ次ね、鈴鹿サーキット行ってみたいと思います。はい、じゃあね、鈴鹿サーキット一周全開行ってみたいと思います。6速あるんだね。あー、全然乗りやすい。やっぱり舐めてたわ、舐めてた、 3,4 舐めてた。全然乗りやすいどうしよう、33より全然乗りやすい。馬力出てるし、出てるし、全然ブレーキも効くし、4速ちょっとインチキした、いろいろ。まあ、ちょっとね、軽く一周で、まずご挨拶程度。これはいいよ、俺やっぱり34がいいわ。33もいいけど、やっぱ34超いいわ。900馬力じゃねえもん、マジで。早いし、どっからでも、どっからでも吹けてくるし、6秒4、いきなりベストラップで出ちゃったね。同じタイムでだ、軽く一周で。いや、バカにしてた、バカにはしてないんだけどさ。アンダー出すな、あんなにアンダー出してもベストラップ。もうフレキシブルなエンジン、ここ4速でも平気なんだよね。あいえ、笑っちゃうぐらい早いわ。
1.5秒7。まあでもそんな変わんねえんだな。はい、やってきましたけどね、 R34GTR 5秒7ですね。もう軽く走って5秒7。まあ馬力がね、確かに40馬力ぐらいかな、違うんですけど、そういうことじゃないね。やっぱり車の素性だな、やっぱりこれは。ものすごく33に比べたらコントローラブルだもん。進化をバカにしちゃいけないね。まあ、じゃあ33がねダメなのかって言ってるわけじゃなくて、34がすごすぎるっていうのもある。だからやっぱ32からの進化、33すごい進化だし、その元のね32のね凄さっていうのもあるんだけどね、年々こう積み重ねた技術はすごいね。ノーマルの35とニスモのね違いもね、本当にこうやってみてあったんだけど、この GTR は、どれがいいっていうことではないんだろうな。まあむしろだからどれもいいし素晴らしい、それなりのやっぱり味があるしすごいね。でまたチューニングしていくと、チューニングしていったなりに味が出てくるっていうね、もう本当に我々の世代を魅了した車であることはもう間違いないしね。いつまでたっても GTR は憧れの車だよね。まあゲームでもねまた楽しませてくれるっていうことですね。はい、またねこういうのやってきますんで、よかったらねチャンネル登録お願いします。